ハンモックからおはようございます。少し明るくなりました。まだ眠いですね。もうちょっと寝ましょう。5時45分です。すっきりしたんで、いつも通り海を眺めるところから行きましょう。眉毛が結構茂ってきたんで、ボロボロのハサミでカットしています。夏はやっぱり早起きになりますね。涼しいうちに散歩しましょう。どこで日の出を見ようか考えています。あの波止場の先で良さそうですね。缶コーヒーを飲みながら日の出を待ちたいと思います。1年半前にアコムで50万を借りて、今では残り10万ちょっとになりました。ここまで来ると気持ちいいですね。快感です。ちょっとここは穴場、神スポットかもしれん。朝の涼しい時間に来るとめちゃくちゃ気持ちいいぞ、これ。最高やな、ここ。仰向けになって寝たいわ。仰向けになって寝よう。お、月が見える。故郷には無期限で滞在していますが、今後やりたいこともあったりするので、いろいろと妄想を膨らませています。日の出がじれったいので、また歩き始めることにしました。朝からトンビを見かけると元気が出ます。猛禽類最高。日の出の方角あっちじゃなかったみたいですね。勘違いしてました。トンボがめっちゃ飛んでます。故郷に出戻り中の30歳、極上の大人の夏休みをお楽しみください。散歩シーンがやけに長くなってしまいましたが、今日もまたバーベキューとかスイカ食べたりとか、夏らしいことをたくさんしていきます。で、この時めっちゃコンディションがいいんですよ、体の。もうエナジーが腹の底から湧いてくる感じ。ほら、こんな感じで。やばいんですよ。日の光を浴びて、コーヒーも飲んで、しっかり歩いて、うん。ほら、こんな感じです。サブチャンネルの撮影です。もう気分が良すぎて、やばいですね。もう完全、
最強モードになっています。はい、この時はいろいろ雑談配信ですねやってました。もう手先はこういやらしくね、こう上品にやらないと。サブチャンネルはもう自分でも理解できなくなってるんで、はい、ぜひチャンネル登録をお願いします。撮影後の倒立、一人でプチバーベキューでもします。とてもいい天気。まずはナスビ。ノンアルコールビール。サムネイル撮影、毎回いい絵が撮れるんで本当に悩ましいんですよね、どれ選ぶか。メニューはウインナー、ナスビ、オクラ、豚肉、この4種類です。そして海です。この景色だけでビール1杯飲めますね。味付けは塩コショウだけです。ナスビからいただきましょう。美味しいですね。あのナスビは焼肉のタレの方がいいですね。はい、まあ、ちょっとあの面倒くさくて塩コショウのみにしました。手作りの焼肉台です。おーおーおお。次はオクラをいただきましょう。オクラ大正解です。次は豚肉、うまい。これは当たり前にうまいですね。うま。特にオクラは塩コショウでもポン酢でも焼肉のタレでもマヨネーズでも何でも合いますね。はい、お待ちかねのウインナー。あ、これも外れなしですよね。うまい。ただ撮影中はこの熱暴走で録画が止まらないかとか、早く食べないとっていう焦りがあってちょっと急いでしまいますね。あ、でもちゃんと味わって食べています。うん、そういえば朝飯食べてなかったんで、はい、これが今日初めての食事です。ふう、食べた。もう昼間は溶けそうになるくらい暑いです。気晴らしに魚釣りでもします。釣れなかったのでスイカ食べます。サムネイル撮影、
めっちゃうまいです。冷えたスイカはこんなに染み渡るんですね。スイカはいかにいい音を鳴らして食えるかっていうのが、まあ、美味しさにつながるんで。ごちそうさまでした。体を動かします。はい、もう田舎すぎて手軽に出かけるような街もないし、かといってやることも本当にないんで、もう自分で何かやるしかないんですよね。もう本当休日はこういうことばっかりしてますよ。もう精神と時の田舎みたいな感じで、やることが制限されているんで、まあ、その中でいかにバリエーションを出し切れるかっていうのが課題ですね。鎖国して和の文化を作り上げてきた江戸時代のように、まあ、そんな意識で僕も内側に閉じこもって、もう自分の中から何かを出すような、そういう変な意味じゃないですよ、はい、でも、そういう勢いを意識して僕はイマジネーション、はい、マジでエアコンなしの生活はやばいっす。まあでもこれも田舎生活の修行の一環と捉えて、はい、精神体力どちらも鍛えていきたいと思います。日常の不便さとか不快感を感じることによって幸せのハードルが下がるんで、旅と同じですね。いや、夏が明けたら旅をしたいですね。はい、でこれはガラケーの腹筋ですね。こう折りたたむようにして、でバランスが取れたらこの屈伸状態、はい、ここで止めるっていう、はい、これです。でこの瞬間にギュッと筋肉を絞ることによって、まあ、腹筋の上の部分が鍛えられるというやつです。我ながらナイスなトレーニングを編み出したなと、はい、じゃあラスト追い込んでいきましょう。万歳万歳、天皇陛下万歳。はい、よいしょ、で起き上がる、完璧です。暑すぎる、もう地獄のような暑さですね。夕方になりました。16時頃ですが、まだまだ暑いですね。日差しが半端ないです。まあでも都会の反射熱というか悪い暑さではないんで、こう自然の風が乗ってくる爽やかな暑さなんで、こっちはトンネルの中が涼しくて気持ちいいです。食欲がないんでこれですね、はい、まあ、筋トレ頑張ったんでこんなもんでいいでしょう。体も喜ぶと思います。